ひよこちゃんが今出てきてくれてますね。その後ろにはかぶすけくんもいます。階段にもそれからステージにも今日は43体のキャラクターが並んでいます。ステージの上は大変狭くなっています。皆さん先ほども言いましたが、走ったり前の人を押したり押しのけたりしないで仲良く撮影をしてくださいね。さあ向こうの方には大きな背丈ですね、ガリガリ君もいます。それから王冠が目印のターン王子もいますね。好きなキャラクターは見つかりましたか？撮影時間は30分を予定しています。皆さんどうぞ焦らずゆっくりと撮影をしてくださいね。それでは撮影会のスタートです。では皆さん足元に気をつけてゆっくりとステージ登ってきてください。好きなキャラクターのところまで行ってくださいね。降りたりするときには足元どうぞ十分に気をつけてください。またステージの上は混み合っています。走ったり前の人の後ろの方にはお気にしないでください。この世界は最高に予定しています。どうぞ皆さん焦らずゆっくりと登場してください。今日からです。
現在ステージの周辺は大変混み合っております。ステージに上がり下りをする際には段差がございますので、
どうぞ足元を十分にお気をつけください。そしてステージの上は走り回ると大変危険です。ステージの上を走ったり人を押しのけたりしないようどうか仲良く撮影をしてください。皆様本日はサニーバードのスーパーイベントサニーフェスタ2013水お待ちの招待会にお越しいただきまして誠にありがとうございます。ただいま公園の南側ステージでは大人気の着ぐるみ大集合&撮影会を行っております。今日は総勢44体のキャラクターたちがこのサニーフェスタに遊びに来てくれました。準備でご紹介をさせていただきます。ブーボン株式会社からプチクマくん、株式会社明治からカールおじさん、株式会社富士屋からペコちゃん、亀田製菓株式会社からターン王子、ロッテ商事株式会社からコアラのマーチくん、森永製菓株式会社からコロさん、エサギネリコ株式会社からマクスケくんとアメイヤクマリコちゃん、カルビー株式会社からワッパイルくん、カフェ食品株式会社からサクサクマンくん、赤木農業からマリコくん、スクーピー株式会社からタラコちゃん、農場食品株式会社からチャルメラーズさん、マルコミ株式会社からマルコミくん、日清食品株式会社からチキンラーメンひよこちゃん、アシュラム株式会社からアジェパイくん、コカ・コーラボトリング株式会社からテクさん、雪印めぐみくからワゼリキンタイくん、株式会社からヤクルトくん、株式会社ケントマからオメガモンくん、アモミくん、日本ハムからウィリーくん、ダイヤモンド会社からマリオンちゃん、アンスイール株式会社からヤクルトくん、エスケープ会社からモッシーちゃんくん、サニバルからサニカちゃん、ママ商店街からトマーマさん、高知県少子対策課からルンダくん、RPC 高知放送からロボットケイシーくん、アイウェイからドサケイくん、アサヒ食品からドサヤマユズキちゃん、バイオンドホビーカーからはロイコモードの馬のステッキ、ハチキンさんとエゴッソーくん、小平町商店街からはエスくんとピーちゃん、早寝早起き朝ごはんキャラクターの早起きくんと早寝ちゃん、山西金魚堂からカツオ人間、野村ミニ豆加工店からミエちゃん、高知県からはハタッピー、ハイボーからゴールドベア、伊藤園からお茶犬、北斗からエリンギくん、この44体のキャラクターたちが今ステージで皆様方を待っています。